ありがとう。見つけるね。当日券もあるよ。当日券もあります。こんばんは。プータさん、だるまさんありがとう。コウチさん、ハート。ありがとう。ディオさんお疲れ。ありがとう。ケッサイありがとう。ショートみたいにしてるように見える <laughs> 通を進んでるから。まえちゃんだるまさんありがとう。みやこちゃん、お疲れ、ありがとう、みきお先生さん、だるまさん、ありがとう。え、そう、下北 F. M.。そうなんよ、下北 F. M. に。出演が決まりました。久しぶりの下北 F. M.。いつぶり秋?。五月とか、五月とかぶりかもしれん。五月、六月。いつだ、いつしたっけな、前回初めて出たの。五月とかだったかな。 おさんハートありがとう嬉しいし負けたいへんむまたねたぶん生電話のやつとかあると思うけん待ってますまたお知らせする主しさんハートありがとう舞ちゃんだるまさんありがとうこんばんはりおさんだるまさんありがとう舞ちゃんだるまさんありがとうケイさんだるまさんありがとうしいちさんハートさんねありがとうりあくんだるまさんありがとう昼休みさんハートありがとう カキ十七さ,さ,さ,、MM さ,ね MM、さ,さん、だるまさん、ありがとう。もりさん、ハト、ありがとう。DMM 先み見てね。DMM で見てください。ケイさん、だるまさん、ありがとう。上手にかわいい。うれしい。<laughs> もう何もしてないよ。顔、ノーメイクです。デるスン終わりだから、ちょっとドロドロしてる髪。あれだけど、髪型とかも。 じゃないけど嬉しい可愛いって言ってくれてありがとう <laughs> 明日2.5期4人ソロの楽しみそうなんよね正月ぶり簡単の公演ぶりです2.5期の4人ソロの花れで珍しいだから決済大事決済忘れなくねみんなお話し会の決済大事です明日はありちゃんさんぽじ昼休みさんハートありがとう森森さんだるまさん ありがとうこんばんはそう下桁出るんですよ二回目リモスのリーダーシップよかったえ本当嬉しい <laughs> えめっちゃそう言ってもらえて嬉しいそうチームをねあの 学生のことをチーム組んでって感じだったからそうそうそうイモーズね懐かしい嬉しいりんくんだるまさんありがとうなるにさんハートありがとうみょうこちゃんだるまさんありがとうりんくんハートありがとう6月1日ぶりか6月ぶりってすごあれっけちょうど半ではないか7893か月ぶりかならにさん たこちゃんありがとう島さんだるまさんありがとうゆずきちさんだるまさんありがとう平仏さんハートありがとうゆずきちさんたこちゃんありがとう okb、OK、さんたこちゃんありがとうこいつんハートありがとうとちゃんぼうさんたこちゃんありがとうだけでわかるしきまよ a です、えー、何だろうじゃあしたはこうやってする <laughs> こうやってするね、うん、守さんハートありがとうコーさんだるまさんありがとうしんごさんハートありがとうしみこさんハートありがとう,こん,がとうこんばんはちょっとくるくると合体しちゃったようなプリ見せて見せません <laughs> 本当に見せられないプリなのくるくると合体しちゃったようなやつくるみんくるみんな 本当にくるみんな今山吉さんだるまさんありがとうありがとうありがとうねおっえっポッター依頼さん6月28日木曜日下も FM よ,よろしくお願いしますえっありがとうございますよろしくお願いします月日えっそう そうなんですよ。三ヶ月ぶり?。約四ヶ月になるかあ。あれ、日にち的には。よろしくお願いします。楽しみ。<laughs> 楽しみだ。こんばんは。嬉しい。チリパの、あ、チリパ、うん、え、二十二、うん、二十二。 22だ明日二22だからそうだねチリパの放送もあるいっぱいありますいろんなのがとっちゃんぼやさんハートありがとうユうジさんだるまさんありがとうりんくんハートありがとうえそうなんか妹さスの中でその泥に入ってドッジボールをするっていうあのきょ競技があったんですよ泥の,でドロン泥の中で「泥オリンピック」って言って泥の中であの競技を行うんですけど私は そのなんかドッジボールのや,やつに出たんですよねドッジボールの競技に <laughs> ドッジボールの競技に出たんだけど私ドッジボールどっちかというと苦手なタイプなんですよずっと苦手で生きてきた人だった全然当てられないボールがさハンドボール投げとか苦手だから、うん、ボールが全然当てられんけんドッジボールめっちゃ苦手だったんだけどあの <laughs> ドロリンピックの時だけめっちゃ覚醒して <laughs> めっちゃ当たりまくったんですよあめっちゃ当てまくったの外野に出てたんだけど外野に出てたんだけどめっちゃ当たりまくってあってめっちゃ当てれたんですよねだから泥の効果でなんか力が開花されたんかもしれんい <laughs> 泥,泥効果ドッジボール ゆうじさんだるまさんありがとうりんくんハートありがとうあっ花だれありがとう待ってるね明日嬉しい伝じろうさんだるまさんありがとうみやこちゃんバラありがとうみきゃんさんだるまさんありがとうこんばんはくまねパパさんハートありがとうマーキュルバラありがとうすみこさんだるまさんありがとう明日はチリパと花だれがあるうん花だれがあります夜はチリパ う合体あゆりものプリいすぎちゅうしい, <laughs> 中いやちゅうっていうかちゅう仕掛けてすごいことになったちゅうはしてないけどちゅう仕掛けてすごいことになったようなプリでツ野さんバラありがとう ルダグリさん、バラありがとうとちゃまやさんハートありがとう500日え待って500日えほんまじゃんあと6日で500日だなんかしたいね500日500日なんかしたいなりさんハートありがとうあやみちゃんハートありがとう ね、常に泥まとったら覚醒性できるかもしれない <laughs> 分かんない泥泥の中でめっちゃ覚醒してマインぶつけて <laughs> やだ <laughs> こんばんは銀色おにぎりさんハートありがとう泥みになっちゃった泥みん覚醒ピンクカメオさんハート3連ありがとう安住を守るクラスの男子内でドッツボールで <laughs> <laughs> 守ってじゃ <laughs> ピンク亀尾さん結婚してありがとうリオさんハートありがとうヒータン学生時代ドッジボールやってたやってたね言ってたねそれで徳島に大会で行ったって言ってたねドッジボール私もでも一応小学校の時時はドッジボールクラブに入ってた苦手だけど苦手だけどなんか友達と ボールクラブ入ろうってなって入ったけどあのもう全然逃げ逃げ回ってるだけだった <laughs> ボール投げれない逃げ回ってましたちょっと熊野パパさんだるまさんありがとうマッキルだるまさんありがとうフレッシしいちゴになりたいのさんだるまさんありがとうこんばんちゃありがとうのしあ嬉しいぬしさんハートありがとう 今の日の2人のデートコーデ改め好きだと思った嬉しいねあれね白白,白で合わせてるやつ白コーデますけさんハートありがとうこんばんはカラオケしようかなホールケーキいや <laughs> 誕生日じゃないけど確かにでもえー、ケーキ食べたいなケーキ食べちゃおうかなえあと6日後って何日だろう 自分が6日後何をしているかにもよる 27? かわわからんスケジュール6日後 ?6 日後 27?27 27日が500日にもすけさんハートありがとうワンジャらモンスターさんペンライトありがとう今山吉さんハートありがとうそうたさんだるまさんりんみんさんだるまさんありがとうねえー こんばんばはそう27か2725んかあるようなないようなないかわっちょっと分かんない今自分の予定がカムカムさんハートありがとう弾きたいけどカロリーしなくなかったホールケーキ一人で食える、ー、え カロリー気にせんかったら全然挑みたい <laughs> 全然挑みたいですネオコうちゃんるまさんありがとう予定出てるえそうだよね分かんないえちょっと確認してみとこう時間ゆっくり配信できる日だったらいいな27何もなかった気がするあくるくるも五0 0日なんだそっか そっかコロナなっちゃったけどお互いにコロナなって1週間分休んでるからちょうど綺麗にあれなんか同じ日かだって休んでないもんねすごりりりささんんんハートあああががとうしひれあじみさんだるまさんありがとうでもなんか入ってたような気がするけどわかんない予定表予定がちょっと思い出せないな。 レッスンとか入るかな夜とかになっちゃうかなでも500かラボ <laughs> 確かに予定次第だ、ね、あ皆さんしばき大変でぜひ電話で厚みと同じしましょうしようよ生電話うん生電話しよう待ってます あのいいよね生電話のやつ生電話めっちゃいいですよね楽しかった前回も初めてだってみんなと電話で会話するのは初めてだもん <laughs> ちょっとなんか新鮮でした電話越しにみんなと話すのすごいとみんなもやっぱりさなんかちょうどお仕事帰りの時間帯なんだよねかかってくるのがだから留守番電話が多くて多分「電車乗ってた」とか帰り道の。 なんか、ね、電話取れなかったが多かったイメージがある前回留守番電話だから留守番電話になっちゃってもあのね録音したんですよ留守,留守電でピーと言う後に「ご用件とお名前用のやつそうあれで留守電を入れた懐かしいです、ね、留守電でもレアかももうねどっちにしろレア <laughs> 電話するのもめっちゃレアだし下北 FM だけじゃないだって生電話できるのってめっちゃレアだよ絶対私も初めてだったしだし電話取れなくっても留守電が入るのもレア <laughs> <laughs> そうレアだよね今井真剣さんハートありがとうりおうつんが今日でのあぴが26あずくれが26あそうりおうつん今日なんだ あ、そこがじゃあ続いてるんだねピアツのアピア作るそうだよね同じ日に始めてるからコロナとかなんか本当にできないって日の日で休んでチケットを使ってない限りだり大体一緒ぐらいだよねやっぱり記念日が記念日というか達成日なんて言うんだろう連続記念日ありがとう妹見てくれて ありがとうそうどっちね覚醒したんよ妹 <laughs> スの泥泥のどっちサーティワンのアイスケーキとかあーいいねえアイスケーキ食べたい久しぶりにサーティワンのねまた留守電もらうか <laughs> 次はちゃんと出てよ留守電 <laughs> もレアだけどちゃんと出てよこんばんは ね、留守電にね声入るのすごいね結構あ下北 FM コロナ前はかん会場からなったからなそうなんだすごいえ私いつか行ってみたいんですよね下北 FM のあそこの会場にリモートでっていうか、はい、この配信上からこうなんかリモートでじゃん下北 FM っていつかね会場に行きたいです こんばんみねえ留守電え結構留守電だった前回留守電の方多かった前回嬉しいありがとうえ嬉しい今訪問で600っすめて <laughs> ありがとう毎日来てくれてるんだっていつもいてくれてるつーさんだるまさんありがとうどこちゃんもありがとう

そうだから私た出できたんじゃん <laughs> そうかな嬉しいでも私た出できるの嬉しいです負けたい4人でカラオケな行きたいな行ったことない4人でカラオケミオこちゃんダルマさん,あ,マジだタコちゃんありがとうおぬしさんダルマさんありがとう 公式のし付いたらた0 0日超えてるそうだよねそうだよだって配信で五0 0日いくってことは嬉しいそうだよ公式の押しメ嬉しいですみんなもあずみ推しメにしてますかサクッと軽くておいしおさんだるまさんありがとうあいさんだるまさんありがとう 今日ね。あの、はん。僕の太陽公園のレッスンもね。してきたんですけど。あら。未来の果実。を練習して。未来の果実って。なんか。こういう振りがあるん、あるね。のえんかーってやるんよ、これ。実は、知らんかって、めっちゃ。 めっちゃ。細かい、細かいんだけど。ボーイズエンドガール、お、ボーイ、ボーインイェンか。<laughs> 歌手のボーイズエンドガールの時って、親指出して、こ。薬指、小指が、出すんですよ。めっちゃ。ね。細かいよ、ね。そう。で。そこのね、ちっちゃい小指が。未来の果実の時は <laughs>。こ,こそ。このちっちゃい小指で頑張るんですけど。 こさ、もうい一生懸命さ小指がちっちゃい分伸ばそうと思ってさこうやってやるからえそう指がねつ <laughs> りそうというかもう痛い小指が小指がさそう小指が痛いんですよ <laughs> 頑張って小指出しすぎてそう今日のレッスンでめっちゃ小指が小指がもうこうやってやったらこうやってやるだけで痛くなっちゃった。 <laughs> 私の短い小指が短いからよりより頑張ろうと思ってそう小指が鍛えられそうこんばんは。 短いんだよね本当に短いでもダンスの先生も短いって言ってなダンスの先生自身もダンスの先生が短いだからもしかしたら短い同盟かもしれない合わせてないけどダンスの先生と短い同盟かもしれんダンスの先生と小指が。 ひやすみさんハートありがとうあ取り急ぎ11月4日楽しんゃってよ嬉しいありがとうお話かいやった <laughs> ありがとう話したい早く嬉しいありがとうね小指4センチ多分なんか測った一回測ったら4センチとかだった気がする小指めっちゃ短いんよほんまに短い多分ね想像してる以上に短いです みんなに言われるもん出会った人全員に言われる小指短いねってこうやって触られます握手会ですねだから始まったら握手会が始まったら私のこの小指をみんなは生で見れるっていうでもリアルお話し会でも,もう結構近くに距離近づけれるから今のリアルお話し会握手はできないけどだからこの 短い小指を生で見ることもできるぐらいの距離感ですリアルお話会丸、ま、さんハートありがとう指切りげんまんすかってなるかもしれん短すぎてすこ <laughs> っ安住ん指切りまん絡み合わんかもしれん背リーはね背リーはねそんなに大きく変更ねないと思うんだないと思うんだ スさありがとう嬉しいね、比べたいね小指、小指比べしたい、ね、ひろたんさんハートありがとう確かにツーショット撮影会なら知りとかせたえ できそうで,できるのかないいのできるのかなこんぐらい確かにできそう小指小指で写真撮る小指の先が薬指の第一関節薬指の第一第一ってこここっちか第一第一まであのね第一までたわないんですよ私小指がこの上の線までたわないの短すぎて。 これ未満うんそうめっちゃちっちゃいですもともとね手もおっきい方じゃないんだけどめっちゃちっちゃいんですだからそうめっちゃちっちゃいんやほんまにめっちゃちっちゃくないよく見たらめっちゃちっちゃいんよね <laughs> 爪もちっちゃいしほら爪もこれこの大きさだよこれも赤ちゃんかと思う自分でも赤ちゃんみたいだなと思う小指だけ成長してないみたい もう比べたいんだけどねこれを何かで何と比べられるかなうんえ赤い糸ゲームって何やさんだるまさんありがとうめっちゃちっちゃいよねそう第一関節に届いてないんよあありがとう決済 <laughs> ありがとうさのまるママさんハートありがとう爪回わしも小指のうん足の小指サイズそうなんよねめっちゃちっちゃい比べられるものがないんだけどなんかわかりやすくうんないよね イヤホンのあイヤホンのここと同じぐらいの大きさ <laughs> ほんまにほら見てわかるこのちっちゃさこれだとわかるかこのちっちゃさほらこれとほ,んほぼ同じでしよ <laughs> イヤホンのイヤホンのわかるここ <laughs> 充電器でもいいかも iPhone の充電器のここと同じ <laughs> めっちゃちっちゃいだろ <laughs> めっちゃちっちゃいよ <laughs> すごくないめっちゃちっちゃいよほんまにうん赤ちゃんなんです小指だけ他の指は他の指はそうでもえもう他の指もちっちゃいんかな私他の指もちっちゃいんかもでもこれ横に並べてるからね こうやってなんかやってるわけじゃないちゃんと横に並べてるのやっぱ小指がちっちゃいねうん。そんなもんなんかなけんちゃんだるまさんありがとうボーロくらいいや本当にボーロくらいボーロぐらいの大きさうん。 カズかわいいありがとうそう単純のところそうそうそう死者誤入した赤ちゃん <laughs> いや赤ちゃんね <laughs> 赤ちゃんになっちゃう 20, 20年生きてるんだけどな20年生きてきたんだけどねえ そう、みんな小指でもうほんとこでプシッさせちゃうみんなの携帯の裏 <laughs> 同じだよやばいよねちっちゃいんだよね本当に全部がでもちっちゃいもう体がちっちゃいから多分もう全部がちっちゃいんだよ私。 爪でマニキュアえそうなんよねでもね小指つってすぎてもなんかあるじゃんよくさネイルでもさ普通にさ一色だけどワンカラーじゃなくてあのなんか柄を入れるやつ柄なんか柄みたいなの描いたりしてさネイルのイラストなんか爪にイラ,イ,イラストというか柄を描くやつみたいな柄描くネイルもあったりするじゃん 一色だけじゃなくて小指とかさ何も施せないぐらいのちっちゃさしてるもん <laughs> 他の指はまだなんかかろうじてできてもそうそうアートそうそうネイルアートみたいな小指これもちっちゃすぎて何も施せない絶対何もかけないうんちっちゃすぎてラブリーポテ 48&46 さんだるまさんありがとう でもやってもらいたいネイルアですとかで、ね、ダンスの先生があのネイルアートめっちゃ可愛くしてて爪見せてくれるんですよあの綺麗になんかあのメンテナンスというか綺麗にしてもらったらあのネイルネイル,ネイルのところ行って綺麗にしてもらったらレッスンで次会った時に新しくしてもらったんだーって言って。 見せてもらうんですけどレッスンでめっちゃ可愛くってなんかこの前は宇宙をイメージしたネイルにしてたんですよ最近はなんか緑っぽいようなネイルにしてるめっちゃ可愛い女の先生なんですけどめっちゃ可愛いネイルしてていいですねってなった <laughs> めっちゃ可愛いですねって言って話して ああいうの見るとねわ憧れるなと。こんばんはそうえしてなんかね研究生はダメで昇格できたらステージとかお仕事ではダメだけどお仕事以外の以外だったらオッケーみたいな感じなんかなでもお仕事ではダメです多分あのしょ昇格できても な気がする。オフの時にそうしても OK になるこんばんは。<laughs> うん。じゃね。うん。多分ね。見せてくる先生の行動が可愛い。えだよね。そう。先生可愛い。そうそう見せてくれるし、髪の毛もあなんか。 あのパーマをかけてて新しくパーマを美容院行ってパーマをこう新しくしてもらった日のレッスンとかは <laughs> 次の日のレッスンは「あの美容院行ってパーマ新しくかけてもらったんだ」って言ってみせてくれるこうやって「美容院の匂いがするでしょ」って言って <laughs> 頭フリフリしてくれます先生。可愛い,いで それをクン,クンクンって嗅ぎながら「匂いします <laughs> 美容院の匂いがします!」ってやるやってるんですよそのやり取り「こんばんはお疲れ様 <laughs> 家で1時間だけ寝るするならばれないんじゃない?」まあ確かにうんでも家でもう外出ないとこだったらばれ、まあ、ないというかまあうん 1>, 1時間だけ家でネイルするぐらいならもういいんかもしれん <laughs> うんそれで配信とかはしちゃダメなのかなしちゃったらダメになっちゃうかもしれんけどこんばんはねかわいい先生だ、ね、よそう美容院のなんかシャンプーなんかみたいな感じのパーマのパーマのイントネットのく独特え <laughs> 嘘をなんていうの逆にパーマなんてうのいうや最近めっちゃ割れる「イントネーションおかしいね」って一時期言われてて最近言われてなかったのになんか最近また「のノアピに指摘されますのこの前ノアピに指摘されたけどもう忘れちゃったなんかお芋芋お芋だったっけなお芋ななんかねなんか言ったら <laughs>「こっちじゃない?」って言われて。 なんだっけな忘れちゃったお芋だっけお芋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 ,お芋って言ったよ多分違うかもえわかんないなんかそんなんだったそう一回脳臓に指摘されてんか最近コミュニケーションコミュニケーション 警察なんていうの？コミュニケーションの名 <laughs> あのイントネーション警察がちらほらいますりゅうくん音符ありがとうこんばんはみかんさんハートありがとう確かに一回ネイルすると音符が大変そう確かにねすぐ取っちゃうぐらいだったらねもったいないよねせっかくならねネイルしたら 当分はしときたいけど、お仕事的に当分はずっとはできないからねひろたんさんハートありがとうあずみんな私イントネーション慣れちゃった <laughs> そうだよね私のちょっとなんかなまっ,ってるのかわかんない田舎。 カイトさん優勝ありがとうそう追い回ってるか何だったかななん何か言われたのちいちさんだるまさんありがとうみかんさんハートありがとう小指もイントネーション違った <laughs> そ小指でしょ <laughs> 小指何だわ <laughs> かんない正しいイントネーションがもうこの優勝ゲフトってシノノに見えます ああ確かにあのね優勝の「優」がシナの「シナに見えるかも言われると言われるとシナの「シナに見えるうん方言の中に富士山に対しい間違いもない <laughs> ありがとう <laughs> そうだね多分方言がね広島弁広島弁なんかなそうなまってるんかな 田さんハートありがとうだるまさんもありがとう嬉しいじゃろう好きあ MC バリバリの広島で好きよえ嬉しいじゃけねやっぱなんか敬語 MC で話し言葉にしようと思うとやっぱりね広島弁出ちゃう うん、話し言葉って思うともう慣れて私のイントネーションにみんな <laughs> みんなもあずみんのイントネーションと鉛に染まってください「英すみさんバラありがとう」もやし「もやし」「もやし」もイントネーションって「もやし」小指「小指」小指小指なの「小指」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 なの 小指わかんない小指とあ横浜で m c とかだといいとないですけど確かにそれはあるかもしれんこんばんは嬉しい広島弁好きだな嬉しい広島弁 一生広島弁で生きていこうなんか一時期はやっぱりなんかその都会にすごく憧れてて東京に住んでみたいとか思ったりしてたんですよ。あの中学生高校生ぐらいの時都会にすごく憧れて <laughs> 東京に住みたいとかめっちゃ思ってたけど今はもう回り回って広島が一番いい場所だと思ってます。<laughs> こんなに住みやすくって ま市内の方に住んでると本当に便利だからこんなに住みやすくてかついい感じに自然もたくさんあって便利なだし住みやすい生まれ育った場所なのでやっぱり大好きな場所なので回り回って結局やっぱ広島が一番いいなここに一生住もうってなりました考えに <laughs>。 変になんかすごいね都会に憧れてたけどうん都会に憧れてましたけど広島にうん今は広島もう一生広島で住もうって心に決めてますそう東京の女になろうかと思ってた <laughs> 昔は東京の女になりたかったけど 地域によってさえあると思う。多分私ね。ちょっとね。リンゴっぽい。リンゴなんか福山とか尾道とかお母さんがそっちの出身なので、そっち系もちょっと入ってる気がするんだよね。そっち系のあの方言とか鉛が。うん、だいだいさんだるまさん。ありがとう。 そうえ広島ね結構栄えてるというか、うん、市内の方広島市内はもうめちゃめちゃちょうどいい都会というかうんちょうどよく住みやすい町な気がするめちゃめちゃ自画自賛しちゃう自分の県を違っちゃうけどめっちゃ住みやすい町だと思いますよ広島うん。すごく都会ってわけでもなく。 すごくねも森だらけだけでもなく積 <laughs>、うん、みやすい海も確かに近いし海もあるし山もあるしね 海も見れるし山も見見れれるるしし山広島市内何でもそろ本当にそうだから最近お姉ちゃんと一緒にこの市内の方に出てきたんですけど実家は市内ではなくってちょっと遠いので市内の方出てきたけどもう本当にね住みやすすぎて <laughs> 住みやすすぎてやばいですやっぱり広島市内。 舞台の仕事かけたら東京詰め体験け確かに東京にね今さやかりんさんとゆらさんが東京に多分連泊ずっとしてますよね確かにあ広島自分とかいいそっかあ都会で暮らすこのまマしシか見ていないらしいだ <laughs> そのコメント都会で暮らすと元の土が見えなくなるかなと聞いてビルが高かね高かねこんばんはね山川海全部あるよね食べ物も美味しいし確かに食べ物も美味しい。 い,やいい町です、本当に広島そうだっさんだるまさんありがとうミミィさんだるまさんありがとうパルコとか人えうんそうだね市内本通りの方を出るとやっぱりね人多いねうんあそこらへん土日休日あたりになるとめちゃめちゃ美いしい多いねやばいりんご飴食べたいあのりんご飴、パルコに新しくできたりんご飴 もう衝動的に欲しくなるあれ食べたくなっちゃう食べたいにゃえ広島住みたいぐらい本当に嬉しいおいで広島 <laughs> 特に自然がいいのよ大好きえ確かにね自然いいよね広島えキャンディーアップルそう行けたいあさみにえ スカートじゃないか。でもそうだね近くにあるいけるっちゃいけるありがとうキャンディーアップルえ今日さなんかねあのヤクルト戦ヤクルト戦昨日飲んで寝たんですよねでちょっとハマってるじゃんヤクルト戦にで今日レッスン終わって携帯見たらお姉ちゃんから「 ヤクルト線昨日安住が飲んでたヤクルト戦2本買ってきてっていう連絡が来てたんですよ <laughs> え。えと思ってついについにお姉ちゃんはヤクルト戦にハマってしまったのかと思ってでも2本も2本はね <laughs> 売ってないから1本ですら私見つけれてなくてマネージャーさんにずっともらってるのに2本もこの時間にとか 9, 時9時10分15分ぐらいにその連、ね、ンを見て。 この時間に <laughs> ヤクルト線見つけられんと思って <laughs> そうちょっとないかもしれんって LINE を返していろいろ帰り道にコンビニとかスーパーとかちょっと寄り道したりって寄って見たけどやっぱり売ってなかったんですよ。で帰ってそうヤクルト線ハマったんかと思ったけど多分ヤクルト線の中身が欲しいんじゃなくて お姉ちゃんはね、器を求めてただけでしフヤクルト戦 <laughs> にハマったわけじゃなくてなんかお仕事の関係でなんかヤクルトの容器が欲しいらしくってそう <laughs> ヤクルトのヤクルト戦が欲しいんじゃなくてヤクルト戦の器が欲しいから買ってきてっていうそれでしたそう容器。 暗闇さんハートありがとうついにヤクルト戦仲間になったかと思ったけど全然違った陽気だった姉が欲しいのはマネさん頼む <laughs> 2本2本今すぐ買ってきてくださいって <laughs> 2本そうだよ1本ではね見つけられないからライチングさんだるまさんありがとう え、一般宣言なってるるるよねお店見る見るそれ一人一本までですって書いてあるお店もあったりするみおこちゃんだるまさんありがとうそういうおきここでお仕事のねいるらしい。 マネーマネーイーツマネーネイーツマネー,イーツ <laughs> マネーイーツしてもらおうかなヤクルト戦でも本当に、ね、ヤクルト戦求めてない時にいっぱいあるんだよねコンビニとかだけ本当にマネージャーさんが言う何も考えずに入った時の方があるよっていうの正しいんかもしれんと思うヤクルト戦欲しいと思ってコンビニ入るとない,ないけど 何も考えずにフラーって入ったお店にありがちですヤクルト線しかも大量にあるそういう時そういう時って <laughs> めっちゃこの前とか全然ヤクルト線飲みたいって思っほ欲しい欲しいと思ってコンビニ何も考えずに入ったんですヤクルト線のことなんか頭にもみじんも思わずコンビニ入ったら6個くらい並べられてたただに <laughs> めっちゃあると思ってそう こんばんは探すと出会えんもんですね本当にグッズで推しメン引き当てれないみたいな土並べでガチャガチャで全然あずみんのカードが出てこないみたいな感じ求めてると全然出てこない。 なるまさんありがとういや本当なんですよもう実体験これは <laughs> 実体験でも本当にそうなんかもね求めてるとね出てこないだよねそういうのって新々しししのすけさんハートありがとうりくん君なるまさんありがとうたとえリアル <laughs> 共感共感できる <例>え <laughs> みんなが共感できる例えそうなんね欲しい時はねなかなかね欲しいと思ってる時に出てくれたら一番いいんですけどねそういうのって欲しい時になかなか出ないもんですよねよしじゃあ団地読もっかなーうーん 1三位ポロンさんありがとう位ミミンさんありがとう。11位マーキュルありがとう。10位ぬちさんありがとう。9位リオさんありがとう。8位こうじさんありがとう。7位くまねパパさんありがとう。6位けいさんありがとう。5位もりもりさんありがとう。4位みやこうちゃんありがとう。3位ひるやすみさんありがとう。2位かいとさんありがとう。そして1位は んさありがとう <laughs> ありがとうございました。 ありがとう明日は朝配信を7時半からやります明日は鼻だれなので頑張ってくる平日鼻だれだね鼻筋鼻だれ頑張りますありがとううん一回公演夜だけ ありがとうありがとうございましたじゃあ7時半に会いましょう明日の朝ひげじしんちゃん先生さんハートありがとうえっそう 2.5k4 人全員集合だよ全員集合ね当日券もあるのでよかったら明日あの空いてるよって一日 一日時間1日っていうかその時間時間が空いたんだって方でもお仕事終わりでもよかったらね閉じ付けもあるので会場でも待ってますし DMM 配信もあるから DMM 配信でも見てくださいありがとうおやすみんじゃあ「ねねえあずみん」で終わりますせーのって言ったら「ねねえあずみん」って言ってくださいい,いきますせーの なーにー。ありがとうございましたー。バイバイ。おやすみー。バイバイ。